はい、どうもこんにちは、トミでございます。ですね、今回はちょっと独り言と言いますか、まあ何ですかね、ちょっと最近健康についてなんかいろいろ考えることがあったので、まあちょっと独り言になってしまうんですけど、まあもし、関心がある方は聞いてもらえれば嬉しいなと思って動画をちょっとね撮ることにしました。まあ動画というかもう半分ラジオ的な感じになってしまうと思うんですけど、はい。まあ、これまでいろいろハーブとかアロマについて、紹介をさせてもらって、で、まあ、今、アロマテラピー検定に向けて、いろいろ出しておりますね。で、先日、メディカルハーブとか、ハーブ&ライフの検定があって、それを、受験した方から、今日ね、ちょっと、早速、報告で、合格しましたっていうお声をいただいて、まあ、すごく嬉しかったのもありまして、その何ですかね、まあ、健康っていう分野に生かしたいとか美容に生かしたいっていう方が多いと思って、まあ、そこで私もこういろいろ動画を出していきたいと思ってるんですけど、やっぱなかなかその何ですかね、ハーブティーを飲めばとか、そのアロマを使えば健康になるっていうのはなかなか一概に難しいのかなっていうのが正直なところかなと思ってたりもします。というのもですね、やっぱり健康ってすごくね、まあ、美容もそうだと思うんですけど、なんかこれさえやれば健康になるっていうことでもないと思うんですよね。いろんな要因があると思いまして、やっぱ大まかに言われてるのは、食事とあとは睡眠と運動のこの3つですよね。なので食事っていう分野で言えばハーブティーも含まれてくると思うんですが、まあ、ハーブティーを飲めば健康になるっていうものでもないっていうね、まあこれ私が言うのもちょっとあれなんですけど、でもやっぱそれが真実だと思うんですね。うん、もちろん私もすごく最近健康にね、まあやっぱだんだん年も取ってくるので、睡眠もそうだし運動もすごく気を使うようになってきました。はい、もちろんハーブティーもよく飲むんですけど、やっぱりその睡眠と運動とかっていうのもね、すごく、まあ当たり前なんですけど大事ですよね。うん。やっぱ睡眠をね、いい睡眠をとるためには2時間前にね、まあお風呂に、寝る前に入って、深部体温を下げた状態で、まあこう眠りに入るっていうことも大事ですし、あとはその夜やっぱスマホのブルーライトの光を浴びないとかね、まあなかなかそうも言っていられないかもしれないんですけど、でもなるべく浴びない方がいいに越したことはないですよね。はい。なので、まあ睡眠も良質なものを、得るためにベッドを変えてみたりとか、あと枕を変えてみたりっていうものも、まあ私インテリアの業界ちょっといたっていうお話もちょっとしたことあるんですけど、まあその枕を変えるだけでも、睡眠の質がね、かなり向上するっていうところもいろんな人を見てて思いますので、確かだと思います。はい。あと、運動に関しても、やっぱりね、運動しないと、当然免疫は、下がりますね、どう考えても。はい。やっぱ食事と睡眠だけ気を使っていても、運動を全くしない人っていうのは、やっぱりね、なかなかこう、なんだ、体内の循環も落ちてしまいますし、やっぱ細胞のこう、老化をなかなか防げないと思うんですね。やっぱりこのアンチエイジングに効果があるのは運動だっていうのにお医者さんが言ってるぐらいなので、非常にやっぱり運動っていうのは欠かせないかと思います。でやっぱりこの結局やっぱバランスになってきますよね。まあそんなの誰しもが分かってることではあるんですけど、やっぱりその健康に関することはやっぱり何でももう取り入れていった方がやっぱりいいかなと思います。まあコロナウイルスでいろいろ騒ぎがね起きてしまって、まあ薬だのワクチンだのとか、免疫力がっていう話も、散々上がってきていますけども、まあ、結局生活習慣というか、基礎体力の問題なのかなっていうのはやっぱり否めないですよね。なので食事と睡眠と運動、まあ、この3つをしっかりと、バランスよくね、気を使った上でハーブティーとか、まあ、アロマテラピーをより取り入れていくと、まあ、健康的に、より毎日リラックスして送れるんじゃないかなと思いますんで、やっぱりハーブティーだけ飲んでいれば健康になるっていうものでもないので、食事とそれから運動睡眠に気を使った上で、しっかりとやってほしいなっていうのが、なんか私の最近の、なんか願うところというか、まあ、自分自身も気を使っているんですけど、
ちょっとそこもなんかこうシェアしたいなと思って、語ってみることにしました。はい。まあ、ここからは完全に余談になってくるんですけど、私はもともと子供の頃、まあ、めちゃくちゃ体が弱かったんですね。まあ今も強いかっていうと、そうでもないんですけど、まあ、何が弱かったっていうか、弱かったっていうと、あれなんですよ。喘息持ちなんですね、もともと。はい。で、本当にしょっちゅう熱も出してたし、まあ、かかりつけのね、病院の、お医者さんがいるんですよ。もう何度通ったかわからないぐらいの、通ってたんですけど、子供の頃は。もう本当にしょっちゅう熱出してて、で、喘息持ちだったので、喘息の方は知ってると思うんですけど、なんか吸入する、なんか、お薬をね、吸入する、機械みたいなのがあって、それをひたすら吸いに行ってたっていうね、感じですね。なんかもう、結構ね、この、咳が本当にひどくって、私の喘息のタイプは、咳込むタイプだったんですけど、めちゃくちゃ咳込むんで、喉が腫れまくるっていうね、感じで、もう周りが気の毒に思うくらい咳込んでましたね。なので、まあ本当にこう、常時インフルエンザみたいな感じでしたね。季節ごとのインフルエンザじゃなくて、常時インフルエンザの危険性があるみたいな、はい、感じでしたね。熱に関しては、まあそこまで高熱が出ることはなかったんですけど、とにかく咳がね、ひどかったですね。なので、まあ大人になってから、まあ運動とかスポーツも、ガンガンするようになって、結構免疫がついたことで、やっぱりすごく風邪ひかなくなったっていうのもありますね。喘息もかなり和らいだのもあります。はい。まあ運動もしたのもあるし、あとはハーブティーとかその健康にいいサプリメントとかを取るようになってから少し改善してきた感はすごくありますね。なので、まあ、ハーブとかをね、アロマを、まあ、健康に生かしたいって思われている方もいるかと思いますんで、まあ、私のように、まあ、持病というか、持ちの方でも、やっぱり、気を使っていけば、回復にね、向かうんじゃないかと思いますね。はい。まあ、私、喘息持ちだったんで、抗生物質っていうね、結構きついね、きついのかな？まあ、きついと思うんですけど、まあ、一般の市販の薬が全く私効かない人なんで、かかりつけのお医者さんが処方する、抗生物質の薬じゃないと絶対効かないんですけど、それをひたすら飲んでたんですが、まあその抗生物質を飲みまくらなくても、やっぱりハーブティーとかで免疫力をつけて、行きたかったっていうのも心底あったので、毎回毎回ね、こう薬飲んだりね、点滴打つのもめんどくさいじゃないですか。なので、やっぱりね、このハーブティーとかアロマのね、こう、自然療法を取り入れることで、まあそれで健康になるんだらすごくいいよなって思って、やるようにしたのが、まあ正直ちょっときっかけの一つでもありますよね。まあ薬が結局まあ確かに早いっちゃ早いんですけど、毎回毎回ね、薬飲んでると、薬がないと生きていけないみたいな、残念な人になってしまうので、なんかそれは、モチベーション的になんか嫌ですよね。まあ、同じようにね、持病を持たれてる方は、まあ、薬がないと生きていけないっていう方もいらっしゃると思うんで、重い病の場合はね、それはもう本当に、その通りだと思うんですけど、まあ、薬が、に頼らない生き方をしたいっていう気持ちもあると思うんで、まあ、その一つとしてハーブやアロマを使っていく、まあ、可能性はあるんじゃないかなと思います。なので、私はまあお医者さんじゃないんですけど、まあ、一その、アロマハーブをまあこう研究している身としては、そういったアプローチが何か皆さんに届けられないかなっていう思いで今後もやっていきたいと思いますので、はい、ちょっと、語りが長くなってしまったんですけど、はい、まあ、どういった、経緯で、ハーブアロマに関心を持っていただけるかはわからないんですが、まあ、いろんな角度で発信をね、することによって、少しでも皆さんが興味持ってもらえれば嬉しいなと思うんで、まあ、今後その資格を取ることによって、まあ、単なるその資格取得で終わらせるんではなくて、それをどう自分の身近な生活に生かしていくのか、まあ、長い人生、ね、まあ、健康美容っていうのは大きなテーマだと思うんですよ、やっぱり。やっぱ誰しもが関係のある、分野だと思いますし、
やっぱりね、その切っても切り離せないと言いますか。はい。まあ、老化は、もう誰しも止められないことなので、その老化に伴って、やっぱり肌もね、潤いをなくしていきますし、健康もね、リスクが高まっていくっていうのは間違いないと思います。なので、それを少しでも食い止めて、まあ、やっぱりね、健康とか美容ってめちゃくちゃ、ごめんなさい、何度も言っちゃうんですけど、大事だと思います。やっぱそこが損なわれるとね、何ですか、全体的な、モチベーションも下がるじゃないですか。どれだけ頭が良くてやる気があったとしてもですよ。やっぱりそこが健康じゃなかったらね、やっぱりね、活力湧いてこないと思うんですね。なので、やっぱり何かこう、元気を出したいとか、頑張りたいと思った時に、まあ頑張らなきゃいけない時あると思うんですけど、いや、そういう時に健康じゃないっていうのはすごくね、残念だと思うんで、やっぱりそういう意味でも、健康にね、健康体を維持していくっていうことを心がけていきたいなと思っています。はい。ちょっと最後まとまらない感じになりましたけど、はい。今後ともよろしくお願いいたします。はい。では、今回は自分語りという形になってしまいましたが、はい。少しでも共感もらえたら、高評価、お願いいたします。はい。それでは、またお会いしましょう。さよなら。